はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。サンドラザ長谷川です。スターウォーズバトルフロント2マルチプレイやっていきたいと思います。今回は、コメントにもあったんですが、アサルトの2個目の武器弱くないということで、こちらの A280 の3連バーストの銃を使ってやっていきたいと思います。正直私もねそこまでこれ強くないと思ってるんですが、いや強いでしょっていう話もあるので、ただ私ねちょっとね強化してるんで、普通のやつよりは強いかもしれない。こちらですね。はい、この冷却効果と射程強化どっちもついてるんで、遠くの敵でも近くで撃つのと同じぐらいのダメージが入る。そして爆弾を設置されている。まずちょっと待って、乗り物乗りゃよかったな。あれで行けば敵引き殺せるからね。ちょっとトンと当てるだけでみんなバイバイするから。ターボレーターを奪い返せ。あんだけいたらちょっともう守れねえな。ちょっともう逆を守ることに専念した方がいいかもしれない。おっ、よし、オッケー。さあ、ただこれ強化してたらあんま意味ないか。でもまあちょっと強化しないと、この最大強化するとこんだけ強いんだよ、頑張ってねっていう説得ができなくなっちゃう。なのでちょっとこれで行かせてもらいます。まずいな。 OK、 はい、回復してから、にゃにゃ、やっぱね、近距離戦だとちょっと打ち負けますね。中距離、長距離だったらなかなか使いやすいんじゃないかなと思います。なんとか今守ったね。さあ、この遊具、名前の読み方わかんないけど、これでさあ、その裏に隠さなきゃ。やめろ、どけ、マジマジマジ、そう、横からやってそいつ。はい、ドン。よし、ここも、はーい、ドン。はい、オッケー、そこもドン。さあ、降りましょう。降りてこの爆発に乗じて会場を、気づいてない、気づいてない、誰も気づいてない。よし、ナイスナイスナイス。やはりこのね、このビークルのね、引く力が強いんですよ。やっぱどんな敵も一撃で軍内できるから。ただやっぱ耐久値は低いので、調子こいてると死にます。引き殺され、引き殺されて爆発させて殺されちゃうから、ここは要注意。よし、 OK。 さあ、回復待ってから、そこを、いや、 OK、後ろのやつを、はい、いや、あ、今のハンソロじゃない？爆弾を解除。ハンソロっぽかったな。さあ降りましょう。さあ降りたところから一気に攻め立てる。攻め立てちゃう。やめろ！じゃあ私もレイが出てるんでカイロレンで行きましょう。俺ら怒ってる。まあでも結構フェーズ1は守れてんじゃないかな。さあ、怖いのは飛行機だな。一生懸命カイロレンで出てきたのに、飛行機で速攻で殺されるなんてことあるから。あれはいけるか。うん、ハンソロがいるな。おい、ちょい待って待って待って、おい、よいしょ。ほんと下手くそだな。ヒーローマジで使えないんだよな。さあ、やっぱ今回はねこの A280 の強さをちょっとお見せしたいんで、正直ヒーローはメインじゃないんだけど、
補給所に増援を送れ。ああ、もうあそこは無理かな。あれは守れないと思う。ただ諦めない、諦めないぞ。さあ戻ろう。敵の勢力を過小評価。さあ戻るぞ。第2ポジションへ交代だ。おそらく燃料補給所が破壊されてから来るから、正面から来るんじゃないかな。そこまで行かせてはならない。さあこの3連バーストはね、一撃で倒せないのが辛いね。逃がしちゃうんでね、どうしても。そうそう、わっ、もう中から、結構この裏も注意なんだよな。こっから来る人いるから。いるか、今んとこクリア。さあ裏から行こう。見つかったかな。いや見つかってない。そこグレネード投げ込んでみんなアバよ。よし、クソ、あんなにたくさんいたのに一人しか倒せない。さあ裏にいるということだけ警戒させておこう。よし、おっ、ちょい待って待って待って、一人だけしっかり見ていた。まずいな、あのヒーローの多さはちょっと厳しい。じゃあバンガードでとりあえず運気だけ倒して、あとは奥レイが嫌だな、帰ってくんねえかな、用事ないかな、なんか。ああ、ウィング飛行機もね、ここね狙いやすいからね。ファーストオーダー側は出口が1個しかないから、あの正面広場あそこだから、ここを狙って打ち込めばもうポン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 倒せるんですよ。逆が怖いな。君だけは倒さないか。さあとりあえず下降りよう。下降りて裏からやる。待て待て、やめろやめろ、あと一発。オッケー、サフアップで回復。まずい、たくさん来ちゃった。まあ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 、とりあえず50人以下には減らしたい。フェーズが変わるごとにチケット50回復するから、マックス回復までにはさせたくない。さあ、あー、ウーキーの戦士、こっちはフレイムトルーパーなんですよ。あのエンフォーサーがね、近距離のゾーンユニットなんで、ちょっとこのステージはきついよね。なんで一旦間に合うか、タイファイターであそこ一掃しよう。間に合うか、喪失したけど、このやり直しになる前に、官房ブロックへ進入し、官房ドアとインナーゲートのオーバーライドを試みるだろう。捕虜を渡すな、分かったな。さあアサルト行きましょう。力を合わせていくぞ。ラストフェーズか、どうしよう。こっちだよな、まずこの中央から来るから。さあ頑張れ、グレネードは投げて。さあ入ってくるか、よし、よし、あっ、やっぱ右のが危ないよね。とりあえず急いで前線に戻ろう。そこでみんな隠れちゃダメだ、前に出るんだ、前に出たくなかった。やっぱここ
おい、わあ、どっちに行っても全門のルーク、肛門の霊、肛門の霊ってエロい。もうヒーロー2人いる方はきついな。官房へのアクセスを阻止、コントロールを奪還した。ゲート制御区画だけは俺が守る。守りを確実にしろ。なぜなら守れそうだから。よし、いいぞいいぞ。これ無理だな。あー、やめて、取られる。頑張れ、止めろ止めろ止めろ、止めるんだ。負けるんじゃない、負けた。さあ、ということで今回は A280 を使ってみました。まあ使った感じ、やはり強いは強いけど、やっぱ3つ目4つ目の武器の方が戦いやすいかなと思いました。やっぱね、やりきれないからね、 A280 こ、あーあと一発っていうのが多いんで、その点だとやっぱフルバーストの武器の方が倒しやすいかなと思います。まあ皆さんもぜひ気に入ったら強化してみてください。ということで今回はここまで。次回もお楽しみに。チャンネル登録まだの方はぜひともお願いいたします。ではまた。